はい、どうも。こんにちは。今日も雨ですね。なんか台風が、なんか南下したとか。台風が南下したんですね、最近ね。なんか数年前にもなんかそんな台風があったらしいけどね。南下してくれちゃえばいいんだろうけど。なんか天気がね、おかしいですね。今日はちょっとはね、昔っていうか2008年か9年頃描いた絵なんですよね。まだ私は横浜在住の頃だったんですけど、それでアメリカの時のね、いた時の写真をもとにして描いた絵なんですけど、これね、これはカリフォルニアです。ヨセミテ公園ね。はい、こういう感じです。これは海の方ですかね。これも海の方のですね。あとこういうなんかこれは、これの南部の方だと思いますけど、これ。ね、ちょっとメキシコっぽい感じ。やっとこう、こんな感じなんですけど。こっちはね、コロラドっていうところなんです。コロラド州ね、まあ、西部の山岳地帯、コロラドとかワイオミングとかね、デンバーのあるところですね。はい、これもそうですね。なんかこれインディアンのね、インディアの住居のこういうところがあるんですよね。はい、これもそうです。はい、ここはね、なんか炭鉱の町だったんですね。はい。あとはこういう、ね、こういう感じ。ね、この中央の山がね、すごく印象に残っているところだったんです。からこれはちょうど何て言うかな、何て言ったらいいんだろうね。この町なんだけどね、こんな程度の町なんですよ。これ銀行かなんかだと思うんですけどね、多分。こんな感じ、こんな感じでね、雲がいいでしょう。はい、こんな感じです。ね、こういう感じです。こっちはアラモ、有名なアラモです。アラモ砦でね、アラモ砦で書いたんですけど、これもなんかね、ちょっとね、南部っていうかメキシコの近くだとね、そこのあれだと思います。これなんか建物がね、メキシカンっぽい感じです。これは何かな、ユタ州ね。ユタ州っつうとすごい田舎なんですよね、アメリカじゃね。ユタ州っつったらもう本当にど田舎。ここもやっぱりこうなんか炭鉱とかそういう町ですね。こういうのを感じました。これはね、フロリダなんですよ。キーウエスト。ヘミングウェイっていう文学者。ね、あの人の有名な、まあ、別荘みたいなところがあったところなんです。
まあ別荘っていうか、あそこでずっとなんか晩年過ごしたようですけどね、すごくいいとこです。はい、こういう感じ。こんなとこですね。結構ね、まあこれ最初の頃描いた絵だから、結構後で見ると、今見るとかなり新鮮なんですよね、これ。この絵がね。やっぱ後で相当描き方が変わってる感じなんですよね。まあ後でこれまたお見せしますけど。だいたいこういう感じです。